皆さんこんにちは。海外移住を応援するナンシーです。今日は海外移住の基本の木ということで、どうやって仕事を探しているのかっていうことから、渡航する当日までの段取りだったり必要なこと、流れを話していこうと思います。いざ海外移住をしようと思っても何から始めていいのかわからなかったり、実際みんなどうしてるのっていうふうに疑問に思っていることだったり、いろんなコツをお伝えしようと思います。個人個人で状況が違ったりするので、全ての方が当てはまるわけではないと思うんですけど、こういう感じですよっていうざっくりとしたことをお伝えしていければと思います。まずはじめに仕事の探し方です。海外で就職をするので、どうやって面接を受けるのって疑問だと思うんですが、マレーシアの BPO の場合はほとんどの場合日本からオンラインで面接を受けることができます。なので直接現地に行かなくても日本から面接を受けれるのでとても楽ちんです。仕事の探し方なんですけど、ほとんどの方が海外就職マレーシアとかマレーシア求人で探すことが多いと思います。だいたいそうすると転職エージェントさんがヒットすると思います。転職エージェントさんによって持ってるクライアントさんっていうか BPO の会社っていうのが異なるので、いくつか登録をした後に転職エージェントさんとオンラインで面談をするっていうのが通常の流れだと思います。最近だと転職エージェントさんとのその面談の時に軽く英語で面接っていうのが含まれてきます。マレーシアは比較的日本語でできる仕事っていうのが目白押しなので、日本語で仕事をするので大丈夫ですっていうふうに思いがちなんですけど、海外で就職をするっていうこと自体、もう英語が必要最低限、日常会話が喋れないとダメっていうところが多いです。転職エージェントさんを自分で探して間に入ってもらう方法と、あと友達に紹介してもらうっていう方法もあります。と言っても直接の友達じゃなくて、友達の友達だったり、たまたまもしかしたら SNS 上で知り合った人から仕事を紹介してもらう人もいると思います。会社によって紹介料っていうのが変わってくるんですけど、大体の場合が紹介した本人にだけ紹介料が振り込まれます。紹介した友達友人が3ヶ月以上働いて初めて、4000リンギだったり、高いところだと8000リンギぐらい収入になります。で、友達紹介はこんな感じでお金が絡んでくるので、実際のところ正直あんまりおすすめはしてないです。お金が絡むと意外に友達関係が壊れたりしやすくて、紹介してもらったはいいものの、やっぱり辞退して他の会社に行きますってなった時に、意外や意外その紹介した人が手のひら返して怖くなることがあります。例えば最初からもう紹介する前に、じゃあこれは4000リンギだから3ヶ月後に2人で山分けしましょうみたいな約束をしておけばいいと思うんですけど、自分が紹介してもらう立場の場合に紹介料半分くださいねっていうのは言いづらいと思うんですね。私も今の会社は友達の友達に紹介していただいたんですけど、別に私は紹介料半分欲しいとは思ってないし、友達の友達が気を使って私のために仕事を紹介してくれたっていうだけで本当にありがとうって思っているので、別に紹介料半分欲しいとは思っていませんでした。お金が絡んでくると本当にいろいろ揉め事が起きやすいので、友達とはいえ気をつけてください。面接なんですけれども、実際に面接を受けることになった時に気をつけてほしいのが時差があるっていうことです。提示された時間が日本時間なのかマレーシア時間なのか確認をした上で時間を間違えないようにしてください。これも一回ちょっとハマってしまったことがあって、時間を間違えてズームに参加をして間違えた時間で参加をしたんだけど、相手が現れなかったっていうこともありました。面接は HR の方と1対1っていう時もあれば、 HR と TL がいて2対1みたいな時もあります。顔を出す場合もあれば顔を出さない場合もあります。相手は顔を出してないけど自分だけ顔を出さなきゃいけない時っていうのもあります。会社によって全然違うんですけど、基本的な面接の受け答えができればまずは大丈夫だと思います。あと実際に電話対応をしているカスタマーのつもりになってロープレをしてくださいみたいなことも多々あります。その時にお客さんって呼ばないように気をつける、お客様って呼ぶように気をつけるとか、
敬語が変になってないかっていうことを意識してロープレイするといいと思います。面接は会社によって1回の時もあれば2回の時もあるし、大体の場合が筆記試験みたいなものもあります。そのテストも会社によって内容はまちまちなんですけど、お客様対応を基本的にどういうふうにこの人はできるかなっていうチェックをされます。メッセージ対応の時の文章だったりとか、日本語がちゃんと使えてるかっていう基本的なことをチェックされてると思います。あと仕事で少しでも英語を使う場合は、そこで必ず筆記試験とかに英語のテストが含まれてきます。最近傾向としては、英語のテストがどういうものかっていうと、何も字は出ないんですけど、ただ英語を聞いて、多分 2,3 行ぐらいの英語を聞いて、それを即座に話してくださいっていうのを、聞こえたものをそのまま話してそれが録音されるっていうのが20問ぐらい出たりします。聞き取れない以上発音ができないので、結構それは難しいです。あと日本語カスタマーだけど、記録に残すフォーマットが全部英語っていうこともあります。お客様と何を話したかっていうのを全部記録にするんですけど、それを英語で書かなきゃいけないっていう場合もあるので、英語のタイピングのテストが含まれる場合もあります。正しく英語を打ててるかつ早く打たなきゃいけないので、結構この英語のタイピングも普段日本語しか打たない私たちにとっては大変です。そんな私も今英語のちょっと使う部署にはいるものの、本当に1年2年前のマレーシアに行く前のことを考えたら、マジで英語は苦手で何もちんぷんかんぷんで分からなかったんですが、ここでちょっと頑張って英語面接とか英語テストをパスして、周りが英語に少しでも触れる環境とか、まあ、メモだけでも、お客様対応のメモを残すのが英語っていうだけでも、マニュアルが英語っていうだけでも、少しでも英語に触れる環境に入ると自然と覚える、本当に自然とやらなきゃいけないから覚えるっていう環境になって、今ではまあまあ英語の抵抗はなくなりました。英語アレルギーがなくなったので、英語苦手だから日本語カスタマーに行こうっていう安易な考えじゃなくて、少し努力して英語面接とか英語テストをパスした方が後々楽です。実際に私が今回マレーシアに来る前に数社受けた中でのちょっと大変だったことをお話しするんですけど、大体の方が1社だけじゃなくて2社3社4社って受けると思うんですね。で、順番がちょっと大事かなって思ったんですよ。いろんな友達から紹介していただいて、いろんな会社を受けることになってたんですけど、実は第一希望がなかったんですね。いろんな人からいい情報を聞いていて、まあネガティブな情報も聞いていて、それでまあ総合的にはどこの会社もいいなって思った状態で面接を受けてたんですね。面接で自分も面接で質問できるから、そこで情報を得て判断材料を集めた上で、あ、じゃあ自分にはこっちの方がいいかなって言って決めようと思ってたんですね。ところがどっこい、面接を受けた順番にちょっといろんなことが起こりました。早々に面接日が決まったバンサーサウスの会社があったんですけど、その会社がですね、面接日の前日にクライアントさんとの会議が入ってしまったから、すみませんがキャンセルをお願いしますって言って、先方から面接日の予定変更を申し込まれたんですね。まあしょうがないか、クライアントさんとの緊急会議だろうなと思って別の日に面接日をまた決めたんですけど、今度は直前の 3,4 時間前になって、ちょっと体調が悪くなっちゃったからって言って面接官の体調不良でまた2回目のドタキャンをされたんですよ。で、今度3回目、あの面接はできそうでオンラインでつながったんですね。まあ、これ皆さんもしかしたらオンライン面接であるかもしれないんですけど、例えばマイクトラブルだったり、画像が見れなかったり、電波が悪くて声が聞こえなかったり、いろんなことが起こり得るんですけど、面接官の人が2人入っていて、私のこの画面上には2人面接官の名前が見えてたんですよ。で、私もそこで待機をしていて、もう間もなく始まるだろうって思ってたんだけど、2分経っても3分経っても5分経っても面接の時間を過ぎても何も始まらなかったんですね。で、何かチャットとかくれればいいんだけど、何もチャットもなくて、だから私は何もその場で聞こえますかとか音声があるわけでもなく、チャットで聞こえますかっていう何か合図があるわけでもないから、そのまま私は待機をしてたんだけど、気づいたら一人
画面から抜けて、もう一人画面から抜けて、ズーム上に誰もいなくなったんですよ。でも2人とも抜けてまた入ってくるっていうこともあるんですね。接続が悪かったりすると、一度退出をした後また入ってくると無事に繋がるっていうこともあるじゃないですか。2人とも部屋から退出した後待ってるしかなかったんですよ。何が起きてるのか分かんないけど、まあそういうことも稀にあるからしょうがないから待ってようと思って、そのまま10分ぐらい待ってたんだけど、そのまま誰も入ってこなくて、ちょっと3度目の正直も叶わなかったんですね。というか何が起きてるかわからないまま放置されて、すんごい悲しい気持ちになりました。で、4度目の正直で受けられた日が、ちょっとね、もう4度目の正直じゃないですか。1ヶ月ぐらい経過してるわけですよ。調整、面接日が調整で、だいたい1ヶ月ぐらい経過する中で他の会社の面接が入ってきちゃうじゃないですか、間に。で、その面接が入ってきてしまった会社が今の会社なんですけど、実は今の会社本当に急いでいたのか、その日のうちに合格通知が来て、で英語テストもその日のうちに受けてくださいって言って、で受けさせていただいて、でトントン拍子に合格が決まったんですよ。で、そのメールでおめでとうございますって合格通知が来たんだけど、それが多分1時ぐらいに来てたんですね。そしたら6時までにオファーレターにサインをして返却してくださいって来てたんですよ。すんごい急じゃないですか。で、オファーレターにサインをしてしまったらもう入社をしますっていう意思表示になってしまうんですね。だから何が言いたいかっていうと、第一希望の会社をどの面接日にするかっていうのがとても大事だなって思ったんですね。もし私がその4度目の正直で5度目の正直で面接を受けれそうな会社が第一希望だった場合、もう間に合わないわけですよ。オファーレターをその日のうちに出してくださいって言われてる以上、それがもしかしたら第二希望かもしれなかったら、第一希望を受けれないまま第二希望にサインをしなきゃいけなくなってたんですよ。正直なんていうか、心の準備とかもままならないまま、本当はいろんなその面接で質問をして判断材料を得た上で決めようと思ってたのも叶わず、もうサインをするしかなかったんですね。まあその正直、あのこの会社、今の会社は私は昔から入りたかった会社なので、こんなトントン拍子に決まるとも思ってなくて、自分でも驚いてたところはあるんですけど、もう幸い今の会社に入れてよかったと思ってます。面接の話が今終わったので、2つ目、税金、国保、年金あたりの話をしようと思います。このあたりはですね、正直なところ本当に区役所とか市役所によっても違ったりとか、なんか調べてもよくわからないところがあります。ただはっきりしていることは、ちょっと選択肢が広がってラッキーって思ったことがあります。私たち海外移住するときって、住民票そのまま日本に残したままの人もいると思うんですけど、ほとんどの方が住民票を抜くと思います。1年以上日本から離れる場合は、基本的には住民票を抜いて海外に行かなくてはいけません。ただそれを抜かなかったからといって罰則があるわけではありません。で、選択肢が広がるって何かっていうと、国民保険と年金なんですね。ちょっと前に、2ヶ月ぐらい前に出した動画で、海外移住をした人は納税の義務があるのに払ってないっていう風に責められたことがあるっていう話をしたんですけど、納税の義務、確かに日本国民である以上は納税の義務があるんですけど、それって日本に住んでる居住者なんですよ。日本に住んでる居住者は納税の義務があります。所得税とか消費税って、そもそも日本の会社で働いてない限りは所得税って払えないですよね。で、不動産とかを持ってるだったら固定資産税っていうのが、海外にいようが発生するとは思うんですけども、税金の払いようがないんですよ。納税の義務があるのに、あなたは国民の義務を負ってないっていう風に責められる海外移住者がたくさんいるんですけど、そもそも税金の納めようがないわけです。海外にいる国民に対しての納税の義務っていうのはありません。というか選択できます。払い続けることもできるし、払わなくてもいいよっていうこともできます。年金って払い続けたい人もいると思うし、国民保険も海外で怪我したりとか入院したり病気した時に日本の国民保険が使えるっていうお得なメリットもあるので、払い続けたい人もいると思うんですね。海外移
住者って住民票を抜いた以上払い続けるか払わないでいいかっていう選択ができるっていうのがとても大きなメリットだと思います。日本にいる以上は年金も保険も払い続けなきゃいけないっていう義務があるので、私は海外に移住したら年金払い続けるかどうか選択ができるっていうことがすごい大きなメリットだなって思いました。ちなみにアメリカ人はですね、アメリカ人として生まれた以上、カンボジアに住んでようがマレーシアに住んでようがアメリカに納税はし続けなきゃいけないんですね。私の友達でカンボジアに住んでるアメリカの黒人の方がいるんですけど、カンボジアの銀行で働いてるんですよ。カンボジアに住んでもうそこでビザがあるにもかかわらず、アメリカには所得税か、まあ、何税か分かんないけど税金は納め続けなきゃいけないんです。でも日本国民は納めなくてもいいっていう、どっちでもいいよっていう選択肢を得られるんです。で3つ目ですね、会社によってはもう2週間後にビザが降りたらすぐに渡航してくださいみたいな、もう本当に時間もなく渡航するっていう場合もあると思うんですけど、1、2ヶ月ぐらい後に渡航するっていう場合もあると思います。余裕を持って1、2ヶ月後の渡航だったらこちらもいろいろ準備ができていいなって思うんですが、その場合に必要なことをちょっと挙げようと思います。人によっては今日本の会社で正社員として働いていて、まあ、ちょっと来年からマレーシアに行こうかなって就職活動されてたりすると思うんですね。で日本の会社に働いている場合は会社がきちんときっと確定申告的な年末調整だったり確定申告っていうのはしてくれると思うんですけど、個人事業主とかあと業務委託を受けてるっていう名目で働いている方もいると思います。というのがですね、私の前の会社もそうなんですけど、去年の今頃に面接を受けて受かって11月に内定が出て、じゃあ1月ぐらいに本当はマレーシアに行きましょうって約束だったんですけど、ビザが降りなくてそのまま日本で働き出しましたね。日本でそのまま在宅ワークを始めたんですよ。その日本でお給料を得てた、日本円でお給料を得てた分って確定申告が必要かどうかっていう話なんですね。私のその会社だけじゃなくて、実は他の会社でも、まあ、デリバリーカスタマーサービスとかだと一度日本に帰国をして新規でビザを得るために 2,3 ヶ月日本で働かせてもらうっていうことがあります。で 2,3 ヶ月ぐらい働くのって、それって正社員じゃないですよね。なんか契約社員だったり、まあ、その業務委託契約だったりいろんな名目で働かせていただくんですけど、確定申告が必要かどうかって結構グレーなところです。私これ何回も確定申告するのか必要なのかっていうのを税務署に調べてもらったりして、まあ、3回は電話したんですけど、人によって言うことがバラバラです。これがもしサラリーマンで固定の正社員としての給料をもらってますってなると、青色申告とかなんか個人事業主申告とかいろんな申告があると思うんですけど、サラリーマンとしての名目だと税率が高くなります。で業務委託契約として自分が行った仕事に対しての報酬、給料じゃないです、給料じゃなくて報酬として固定給でいただいてましたみたいな名目だったら税金が安くなるっておかしいんですけど、サラリーマンよりは税率が低くなります。で結局のところ確定申告ってしていかない人の方がぶっちゃけ多いんですけども、どれぐらい稼いでたかとかの額にもよると思うので、それはもうやっぱり税務署に電話をした方が確実だと思います。すんごい稼いでるのに税金を納めないまま、確定申告しないままマレーシアに行ってしまうと1年後になんか通知が来たりするみたいで、まさに私の上司は通知が親に届いてちょっと大変だったっていうのも聞きました。まあマレーシアからオンラインでできれば一番いいと思うんですけど、マレーシアからオンラインで日本の確定申告をしたことがないので、そこはね実際にできるのかどうかいまいちわからないです。であとちょっと細々としたことなんですけども、私日本にいる間に、まあ、働いている会社がそこであったからクレジットカードを結構いっぱい作ってたんですね。そこで作っておかないと、もうマレーシアに行ってしまったら日本にまた戻ってきた時にクレジットカードを作ろうと思っても会社に勤めてないから信用がなくてクレジットカードって作れないなと思ったんですよ。ただすんごいいっぱい作ってしまったから逆にもう一時帰国中にいろんなクレジットカードを解約しました。
実際マレーシアにいたらマレーシアのデビットカードを使うことになるから、そこまで日本のクレジットカードって使うことが必要なかったので結構解約をしました。で、あとワイズなんですが、ワイズのアプリは実際作っておいた方がいいとは思うんですけど、日本にいる間に作らない方がいいです。マレーシアに来た後ワイズのアカウントは作成した方がいいです。いろいろ日本で作った後のなんか使えないっていうトラブルを聞いたりするので、マイナンバーカードが必要だったりすると思うんですけど、まあ、マレーシアに来た後にマレーシアの住所で登録をした方が送金ができる。むしろ日本でアカウントを作ってしまうとマレーシア来た後送金ができないっていうトラブルが何回も聞いたことあります。私ワイズ今のところまだ使ったことがないからあれなんですけど、マレーシアに来てからアカウントを作った方がいいと思います。あと、もしペットをですね連れてくる場合は、私がこっちに渡航してくるときってコロナ禍だったから隔離とかがあったりして、それで時間がかかったのかもしれないんですけど、ペットを連れてくるときに 2,3 ヶ月ぐらい前からいろいろ書類を準備しなきゃいけなかったりしました。で、自分で全部手続きをするんじゃなくて、間にペットの仲介業者さんみたいな専門の方を挟んでペットを連れていくっていう必要があったりしたので、猫とか連れてくる方すごい多くて、私の周り猫好きが多かったりしたんですけど、もう早めに猫のなんかマイクロチップを埋めたりとか、なんか書類が必要だったりするので、それも手続きは早めにした方がいいと思います。じゃあ、いざ引っ越しをしようという時に、まあ、荷造りはしていただくと思うんですけど、あまりにも荷物が多くて、これは飛行機に乗る時に自分で持っていけない量の段ボールがあるっていう場合に、海外の引っ越し業者さんに頼むこともあると思うんですね。実際私の友達も20箱以上の段ボールがあって、まあ、日本にあるものを全て持って行った方がいるんですけど、引っ越し業者さんに依頼をしていました。それでちょっとね、いろんな引っ越し業者さんがあって、ね、結構皆さん知ってる黒猫大和さんだったり、まあ、そういうなんか有名なところがやってくださるんですけど、住所がまだないじゃないですか。住所がないのにどうやって引っ越しの住所宛先を指定するのっていうところなんですが、まあここはね本当に優秀というか、現地について住所が決まった後に伝えればいいっていう感じみたいなんですね。だからひとまずマレーシアのクアラルンプールに住む予定ですみたいなところまでをお伝えして、現地のまた別のその日本人もいると思うんですけど、現地の引っ越し業者さんに住所を電話でお伝えをして、じゃあいついつに配達しますね、まあ、配達っていうんですかね、配達しますねみたいな依頼をすることができます。で、20箱以上を頼むと、まあ、ちょっと量が多めの方だと思うんですけど、一人暮らしどころか二人暮らし家族ファミリー向けみたいな感じかもしれないんですけど、だいたい20万から25万ぐらいはすると思います。もっと量が少なくて10箱ぐらいとかだったら、まあ、もっと単身用で安くなると思います。私引っ越しが好きだから、本当にいろんなところに引っ越しをするから、その分荷物が少ないんですよ。身動きが取りやすいようにすごい荷物が少なくて、今回も段ボール3個か4個だけだったんで、40キロプラススーツケースって感じで来たんですけど、荷物が多い方だと本当にいっぱいあると思うので、引っ越し業者さんもちょっと試しに調べてみてください。これも料金を比較しようと思って何社か当たってみたこともあるんですよ。 YouTube で引っ越し業者さんの比較をしようかなと思ったんだけど、なんか登録をして実際に細かい詳細、いつ引っ越しをするんですかみたいなところまで入れないと値段の見積もりができなかったりしたので、ちょっと断念したんですね。黒猫大和さんは、あ、これぐらいだったらこれぐらいの値段ですよみたいなのをネット上で簡単に見ることができたのでおすすめです。ということで、海外移住の基本の基は渡航当日までの話を今日しました。ついてからの引っ越しのなんか仕方だったりとか、コンドミニアムの探し方とかは、まあちょっとまた別に機会があれば撮ろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。